行ってみたいと思います。先ほど日本三大盆踊りとお話しましたが、次はですね、日本三大流し踊りになります。日本三大流し踊り、はい、もちろん阿波踊り、そして郡上踊りが入ってまして、もう一曲がですね、実は黒石よされと言います。青森県のですね、黒石市のお祭りでして、8月15日、16日に、行います。豊作を、祈る、お祭りでして、そして踊りの冬の中に、稲穂ですね、あとスズメを追い払う所作が、入っております。よされとはですね、いろいろな説があるんですけども、一般的には悪いよが去るようにということでですね、そういった不作がなくなるようにとか、いろいろな悪いよ、まで言うとそういう病気とかもあるかもしれないんですけども、そういった悪いよが去るようにという思いを込めて、踊っていただければと思います。で、黒石よされ、全部で4曲あるんですけど、今日はそのよされ節から踊りたいと思います。で、時計回り回っていきます。こっち回りですね、はい。じゃあ一回振りの練習してみたいと思います。最初手拍子を聞いて、はい、あ、手拍子聞きますよ。手拍子からいきます。せーの、ドンドンドン。で、4ついきます。はい、右左右左。で、次は立てます。立てて立てて、で、次稲穂で稲穂稲穂。で、スズメを追い払います。もう一回そこまで、せーの、ちょんちょんちょん。それ、右左右左、立てて立てて、いいなほいいなほ、スズメ追い払います。右足から3つ進みます。右左右左左右左で左で拍子、ちょんちょんちょん。この繰り返しです。で、手拍子の時にえっちゃほーえっちゃほーという掛け声で進みます。せーの、左、左、立てて、立てて、いいなほ、いいなほ、スズメを払います。右足から3つ、右、左、右、左、右、左、開いて、ちょんちょん。はい。結構、踊ってて多分楽しく、アップテンポな曲なので、ぜひ、楽しんでいただければと思います。それでは、青森県から、黒石の黒石よされをお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。Yeah.
黒石よされ節でした。はい、よー